うピ、はい、<coughs> ーチキャッスルの仮」。 さあということで始まりました「ピーチキャッスルのカリーのお時間です、はい、よいしょさあということでこのラジオはですね毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間楽しくお送りする番組です、はい、お相手はピーチキャッスル毎週のショートピーチキャッスルの非常に寒い季節に突入してきそうな予感がしているので今から夜も眠れません でーすいや眠れるだろよろしくお願いしますありがとうございますまあ今日はですねちょっとあの収録ということではいもう今の放送時間ピーチキャッスルは北部の方へ行ってると思うんですけれどもえもえ最近やんばるとか北部に縁があるなやんばるとか北部とかまあ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 そうだな一緒ですけれどもまあまあまあ,まあ,まあ、まあ、やんばるはどこまでだわやんばるはだからこれ地方によってなんか 違うち違う地域によってなんか違うんでしょ <laughs> らしいな。なんかやんばるの人はなんていうの名護もやんばるだろうとかう。ああ、うん、なるほど。言うけど名護の人はいやもうちょっと上からがやんばるだろうとか。ああなのかななるほどね。で俺らからしたらお前どっちからやんばるだと思う名護はやんばるってイメージないけどね。まあまあだよな。 だけど一応名護もまあやんばるっていうくくりにやっエリアで読んでるってことでしょ、はい、やんばるっていうエリアじゃんでもちゃんとした地域とか区域で分けたりすると名護とか音頭とかってなるとことか国神とかな<ー>あるけどもまああれと一緒かなだから那覇と首里みたいなああはい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 だからそう逆バージョンじゃないああ 修理に住んでる人はナハって言わないんだよな。そうそう修理っっていう,てうだ,だからあのなんなんて言うんだろうなんだろうね。なんだろうな。あれなんで修理ナハでいいのにな。うん。だからこの逆バージョンのことが起こってるんだね。あら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 。私たちは修理です。うん、<laughs> ちょっとなんなのかな。うん、ナハって呼ばないでください。修理っていうなんかあれがあるのかな。 あるのかねちょっとしたプライドではないけどなんかうん <laughs> まあまあだ俺たちが北旦出身で <laughs> いやちょっと待ってそれはなんかまあ同じチューブのくくりだけども、うん、いやなんとなく<あ>別々にいいけどただあのー、北部とかもなんかこういうバチバチがありそうなイメージ、うん、俺あーはい、で南部も首里と那覇でなんかイメージあるけどチューブは意外に仲いいイメージあるのよ あー分かる分かるこの宜野湾茶炭沖縄市読谷嘉手納とかうん、うんね、これは僕の個人的な見解ですよあ分かり分かりそれはもうもちろん,んここら辺はなんか僕が茶炭出身だから、うん、よく接する機会がちっちゃい頃から多かったせいかななんか同じってイメージありますけどねでなんかあの茶炭美浜とかも結構栄えてるじゃないですかそなんかこの 隣隣の町からいろんな人たちが集まって、うん、もう居酒屋とか、うん、もう茶壇だけの人じゃないさなんか、ああなるほどね。なんかまあ、えー、クラブにしろ、何にしろなんかダンスクラブ、そうそうそう,そうなんか隣同士のこの人たちが集まってなんかそこで仲良くなって、何ていうの、お友達が増えていくっていうか。ああそういうことか。なんか南部とかはそういうのがなさそうな感じしない。 うん,なんか確かじゃあ逆に開放的すぎてごちゃ混ぜなってんじゃないか開 <laughs> 放的すぎて、うん、だって外国人とかも多いだろ今いや確かに多いだって美浜とかもう外国の方なんてもうハイネケンの瓶飲みながらも歩いてるからねあいやいやいやえ居酒屋まではいないだろうあだけどあの、あのー、最近この美浜の居酒屋とか行くさ、うん、あのアメリカ人とかは いいないんだけど、うん、韓国台湾の人とかもいるぜいるわいる俺びっくりしたしかもあれなんかよわったえるうるさいやつさ <laughs> ベージュうるさいマジなびっくりするええー、まあ普通に多分会話してると思うんだけど何ていう俺らのこの会話のレベルのあと2.5倍ぐらいの声量で話すれば相当でかいよお前乾杯とかびっくりしたよええー 店のお客さん全員が振り向くんじゃないかなと思うから、うん、タネそのとタネでなタネタンタラってタイ!」っでかっっ声でかって思って声でかしかも誰か怒ってんのかなと思うようなしゃべり口を出してだけどみんな笑顔でガチャ合ってるけどもうすごいよあと料理の頼み方とかあえなんか残すのって文化なんですかねああそう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 らしいよ なのかなうんそう全部食べたらおかわり持ってこいって,ってみるらしいからああやっぱり、うん、だからなんかチャーハンだとか、うん、いろんなの頼むけど、うん、3分の1ぐらい残ってるわけあー全部ねそうそうそうで俺なんか若手芸人って金ないでしょ、うん、でもう10名ぐらいのこの観光客が台湾韓国の方がぐわって帰るわけよそ、うん、したらテーブルああって見たらは全然残ってるけど、うん、えこれってもらっていいのかなって嘘つけお前 <laughs> バカかや。もらっていいのかなって。なわけないだろ。びっくりした。っやっぱ、なんか、ちょっと、ご飯のこそ文化あるんだ。ある,あるよ、あるよ。おお、初めて知った。いや、まあ、でも、那覇でも、そうだな。な,なんかあな、あ、うん、有名な、穴場の焼き鳥屋さんとか。なあ。はい、は,はい、はい。いや、それこそ、昨日よ。え、昨日。うん、焼き鳥。屋に行ったら、もう、本当に。この人だろう、中国人か、多分、あれ。 台湾の人だと思っまあでもアジアだよな、うん、めちゃくちゃ俺のこと見てたけどね <laughs> なんでなんでい知らんなんでそんな見られるの俺もずっともう見ていやいやいや見返すな見返すな <laughs> いやいやもう死に見るのわかるまあ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 見るかあいつらそんなに見られてる感覚は俺もう定時見るぜマジでだから俺もずっといやいやだからずっとグクって見てそれはもうにらみ合いになってるから あっちもお酒が入って多分血気盛んになってるかもしれんけどえーっつって、ね、<laughs> 見てえでなんか話しかけられたとかしなかったいや話しかけられるとかないよただ俺が帰る時に相手も帰、うん、お会計してたばん,うん,うん、うん、で俺家近くだったから歩いて帰ったんだけどでそのまま鍵このねあのオートロックのところだから鍵開けて、うん、ドア開けてエレベーターの乗ろして、うん でパッて振り向いたらドアがバーッ閉まっていくんだけど、うん、奥見るやし、うん、その睨み合いしてたアジアのやつと目合ってから近くまで来てるいやどんだけ見てる前違,違う違う違う <laughs> ついてきてるついてきてんの怖いやだから俺はあの時、うん、あこいついよいよだなと思ったばいだからついてきてるか、うん、近くのホテルあれを間違えたのかあ<ー>どっちかよ かお前がもう韓国人だと思われてたのかだよないや髪型で判断三軒 <laughs> 確かにポイけど髪型あ,あれどっちなんだろうどっちなんだろうって多分あ,そう、ね、あポイかもなんか日本語をものすごく流暢に喋れる要は韓国とかそういう中国人でもしかしたらちょっとなんか、えー、仲良くなってこの辺で楽しいところってありますかねって聞きたかったのとかあ そういういパターンもあるかもしれないですよあ,あるかもなそ,う、ね、それはああは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 ,ーはーなるほどねそうそうだから俺がこの国際通りでよく台湾人に道聞かれるのと一緒でなんかこの雰囲気が <laughs> 似てるから聞き話しかけたかったのかなるほどねそう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 いうふうに捉えたらまあいいかもしれんけどでも家までちょっとな近くまで来てるのは怖いよな怖いさ何されるかも分からんし、うん、うわ怖いわ 沖縄なめんなよ <laughs> って,って <laughs> 急に「沖縄根性」が怖いよ自分がよく行く居酒屋まで言い出したなんかうん、うん、いよいよだなって感じるんじゃない、うん、でなんかちょっとは、まあ、分からんけどよまあお店からしからお客さんがいっぱい来てくるのはありがたいけど、うん、ちょっとなんかそこ制限するっていうのもダメなんかなか、うん、まあでも声が大きいとかまあでも。うん 別に関係ないにそ,そこはもう普通の若い人たちも一緒だからさあでもなんかあのー、居酒屋とかのこの生けすの銀次、うん、もう名前出すなお前いやいやまあまああいやあるんだけど<わ>じゃあそこの社長さんとちょっと喋る機会があって、うん、なんか観光外国の観光客が増えてるけど、うん、英語のメニューとか一切出さないらしいわお前あお前 <laughs> <や><ん>まだ放送してない あたたまそうだバカ <laughs> そうだそうだ <laughs> すみません切ってもらってるすかこれなしでお願いします <laughs> バカなのさあということでこの番組でメッセージを募集しておりますメールアドレスが待って待って待って待て待て,待て,待て,待てその前に切るじゃなくてもう繋がりないさあ繋がりその前からあじゃあ、うん、そのじゃ外国のまあ外国人も居酒屋増えてるけどそこは多分喧嘩とかはないと思うからやっぱ仲良く 話しかけられてきたらフレンドリーにこう接した方が全然いいと思うやさ、うん、まあなだってもう太っ腹な外国人とかも結構いるからねえいやチップとかバーとかに行ったらドリンク何飲んでるとかで、ね、なるほどね「モスコミュールです」とか言ったら「<laughs> オッケーモスコミュール」とか言ってこうお金とか嘘つけいや渡してくる外国人もいるってやられたことないだろいやあるある俺えだって俺あるあ昔 このそれこそ美浜の居酒屋で飲んでる時に外国人ってなんかこうお酒めっちゃ好きやしまあまあまあもうとにかくビールがめっちゃ大好きまでア,アメリカ人だろアメリカ人よでなんかこの外国の方がなんかこのなんていうのブワーってビール早飲み対決とかのしてたよでなんか俺らのグループにもなんか絡んできて「Hey ジャパニーズボーイ!」とか言ってきてなんか勝負しようぜ的なうな。 でままあまあ俺ら勝負したんだけど、まあ、結果もう勝てないさ、うん、あっちの方がもうビール慣れてるしうん、うん、で俺らはじゃあ俺らのもう得意なお酒で勝負しようと思って、うん、泡盛をジョッキに注いでから「うんうん、イエーイじゃあネクスト泡盛!」って言ったから、うん、この外国人が「ノー泡盛!うん」りめっちゃ弱気になったまで <laughs> <laughs> その勝負は勝ちましたよさすがに <laughs> あそれは勝ったんだ勝ちました勝ちましたでその後、まあなんか 二次会とかでその美浜のバーに行ったらもうたまたままたそこの外国人も来て<ー>そしたらなんかまあここではなんかそういうなんていうのフレンドリーというかまあ普通に「あさっきの人たちだね」みたいなお互いアイコンタクトを取ってる的な,、うん、でなそしたら急に外国人がこの寄ってきてなんか「また会ったね」的な英語で喋って<ー>何飲んでんの?」って「あモスコミュールです」って「あモスコミュールじゃいっぱいおごるよ」的なで「お金スーッて出してくれたもん」えー 俺は返さなかったけどねいや,いやまあまあまあいいやに別になんかいいやに別にって <laughs> いやなんか取り立ててなんか何の感情も分かない話だったなと思って <laughs> 嘘つくなお前多分おスタッフも同じ気持ちだったぜ外国人にお前早,早飲み勝負で勝ってるんだよ <laughs> お前勝負したことあるいやだって青森だろ 泡盛よ。ービールだった。ビールは無理よ。だからか <laughs> おーマジかってはなったよ。なんか、泡、う、盛、ん。まあ、いやあったよ。多分よ。のどりダイソン搭載してる。 いやパコーンってなくなるんっただからそれはないす吸い込みがもうすごいもん確かな吸引力だって本当に <laughs> <laughs> 確かに吸引力じゃないよ <laughs> さあということで、えー、この番組ではメッセージを募集しております <laughs> メールアドレスが797「#FMGINOWAN.com」797「全部小文字で FMGINOWAN.com となっております、はい、そしてですね、えー、なんと f m g i n o w ではサイマル放送もやっておりますリッスン ラジオでで FM を選んいいてくださいパソコンでお聴きの方は FM 機能案ホームページにも再生ボタンがありますので是非是非お聴きくださいということなんでんあすごいですねサイマル放送も、えー、始まってるんですねう素晴らしいじゃないですかそして番組後半にはですね「全力トーク」のコーナーがあります、はい、え今週のお題は「定食」。 ということで<ー>まあ皆さん馴染みも深いと思いますけれども定食について全力でトークしていきたいと思います、はい、じゃあそれでは、えー、1曲お聴きください星の源で来いさあということで引き続き「ピーチキャスの仮」の狩りお楽しみください,はいもう11月ですよねえ 11月2日 2> <ー>全然11月の感じがしないやつさ寒いからな確かになんか最近から急に風が、はあはあ、寒いいやいやお前のは眠いあれが挟まってる寒い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 でしかもあのバイクさん、うん、移動が沖の、うん、今日デージ寒いんだけど本当にいやー寒いなーでも寒いしあとあのあれどうだったか<何> <laughs> ハロウィンあーそっか要はハロウィンのパーティーお祭りもやったか、うん、俺をハロウィンあのー、嫌いではないわけ、うん、まあむしろどっちかやったらあ楽しそうだなというイベントなんだけど、うん、コスプレ一回もやったことないわ、うん、あー俺もないななんかコスプレっていうかハロウィンが嫌いやす嫌いだわ、うん、んでえー、いやなんでよ いいやいやなんか楽しそうやし何か街がにぎわってっていうかいやお前そんなにハロウィンに執着してたか昔いやいやじゃあのあれをなんか渋谷とかああいうのは嫌いなわけよああだけどなんか元なんかシンプルなものでいったら可愛いらしいやんになんか隣近所に子供たちが回ってコンコンして何ていうのえお菓子くれないといたずらしちゃうぞということでじゃあお菓子あげるってことでなんか子供にはめちゃくちゃいいイベントじゃん うんそういういのは好きだよで砂辺ではなんかあのあれよ実際にやってたらしいからね子供たちがへえで、ー、は美浜に来るんじゃなくてその美浜のこの住宅街とかをああじゃあちゃんとあれにそう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 いやなんかでもうーんただ騒ぐだけいやまあ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  <laughs> クソがいや,いやクソがは言い過ぎだろだってそのハロウィンに向けてなんか まあ女のの子とかかが多いのかな、うん、私今年何々するとかまあ盛り上がってるけどああれないや <laughs> お前待ったけお前明らかに嫌そうな顔してるやし<ー> <laughs> いや何な,なんだろうな何か知らないけど、うん、拒否感が出てしまうしさえなんでだいなんでかな,んだろうなじゃう別にもうなんかなんでなんでって言なんで仮装してんのとか。うん もうハロウィンより正月の方が好きだもんそれはみんな正月の方が好きだろ絶対正月は好きよあ<れ>テレビとかもか正月好きよなんでじゃあハロウィンやるばいやいやそれはそれは知らんよだから正月も好きでハロウィンも好きってことでしょあそうだけどさだってなんかハロウィンってなんかなんていうのなんか女の子とかもなんかちょっと大胆な服装だとか、うん、まあゾンビとかナースとか なんかコスプレしたらなんか可愛らしく見える時もあるやし。じゃあ、シーミーはシーミーとハロウィンは一緒にしちゃダメやさ。いや、なんでよ、一緒だろ文化は。いや、シーミーさ文化は文化だろ。確かに、祭りって言ったら、ね、大きいも小さいもないよ、文化に。いや、じゃあ、お前、シーミーにじゃあコスプレするのかって言ったらしないでしょ。だからコスプレとかの問題じゃないさ。お前、全部コスプレするのかいや、全部コスプレはしないけど、お前、シー、お前や シーミーで仕事は休まんくせにや、ハロウィンで仕事休むやついっぱいあるだろ <laughs> もう今日ハロウィンだからみたいな <laughs> はあ、いや。お前おじ,<や>お,じお前やとうとうめに手合わせにいかんといやいやシーミーはシーミーでまたなんかお前とうとうめに手合わせないくせにや。三浜でお前お前女の子のおっぱいに手合わせい,いや合わすかや合わせてる男は おっっぱいって言うなよそんなストレートに意味がわからないないやななんだろうなえじゃあ何このもうこの今年は気合い入ってますみたいのもちょっともう嫌だもん,うん,うん、うん、じゃあねツイッターとか要は SNS とかで「なんかハロウィン行ってきました」とか言ってなんかこのなんていうの若者数名でなんかこのパシャッと撮ってるああ もういいもういいんだいや仮想大会とかっていうものがあったら俺も張り切って参加するよああなんかハロウィンでさ、うん、やってるっていうのがさうんうんうん家回れよじゃんって思う <laughs> ちゃんと一旦そのルールにのっとって<回>俺もちゃんと文化が分かってないから怖いんだと思うああとりあえずドンちゃん騒ぎするだけああそうそうドンちゃん騒ぎするだけ,だけ でそういう時に限ってな,なんか何やっても許されるんだぜって勘違いしてもういろんな事件<う>事故とかを<う>とんみんなこう街中に出てね騒いでるけど、うん、世の中にお前よ <laughs> 本当に <laughs> 何かに巻き込まれる可能性もあるし確かにあるな。 こうういキレイとかんか起きるんだろうな危険だよそれと一緒ですよハロウィンのハロウィンそれであの衣装もさみんななんか凝ってさやってるけどさやってるやってるもうネット上ではまあんかいろんなコスプレ見たけどね一応も俺も見てるんかいまあでも一番目立ってたのはやっぱね白い T シャツに「童貞」って書いたやつねえこれ何のコスチュームなのいやもうだから分からん からんそのまんま、うん、それが一番目だったほ、うんか真っ白の T シャツに黒いズボンで真っ白の T シャツに童貞の2文字だけでんでんって、うん、であと他か何もやってないっやってない,いや本当の童貞だったらしいよその人はえー、じゃあ要はえそれってコスプレでもなんでもないしいや分からんけどそうそうでもなんか <laughs> 印象一,一番なんか あれだったよ写真ではなんかわわって囲まれてたよああそうなんだでも、うん、んかあの女の子たちとかが衣装を合わすやしミニオンズが流行ったら <laughs> ミニオンズが街中にめっちゃいっぱいはい。ミニオンズでいこうとか俺をあれはよくわからんわけよなんでだってハロウィンってなんかオリジナリティというかなんか自分はこれを仮装しましたっていうなんか自分を出す イベントでもないだからなるほどなみんながみんな同じようなマリオだとか、うん、そんな仮装やったら変わり映えがないし面白くないしだから怖いばよあちょっとずれるとかそうそうそう気づかれないと嫌だなっていうのがなんかあんのかな気づかれないと嫌だなっていうのはないけど、うん、一緒に同じものを着たいっていう感情と、うん、このたくさんいたら同じ衣装がいたら目立ってるっていう感情もあるんじゃない ああ、そうなのかな。うん、俺、俺は、でも、めっちゃ逆だけど、俺、多分、やるとしたら、もう。ウォーキー、いや、いいよお前、の聞いてないよ、お前。い言わせてよ。いいよ急に俺もうみたいな。いや、もし、やるとしたら、コスプレを。うんどこでいじはってるやん。聞けや。<laughs> <laughs> 俺、言って、次、お前、だからな。コスプレ。いや、だから、やらんたら。じゃ、あもし、やるとしたらの話やし。うんそれ、すらもないよ。 いやじゃあ仕事とかで来たらどうすんだよもうそれはもう NGNG? えハロウィンの仮装の仕事とかイベント来たらえっトーバロ NG ですって言うわけ9本を気にしてます <laughs> いやいやだからじゃあもう違うってだから9本、えー、を気にしてます9本 <laughs> もその前だから <laughs> 終わった後だから別に <laughs> いいわまあやるとしたらまあ俺ウォーキングデッドのミッションをやりたいないやだからわからんって それいやいやいいよ分からんでいいよそれでいいわもう僕だけがやってますなんか気づく人だけ気づいてくださいっていうのが俺楽しみああ<ー>どうするわけルイジーとかやろう俺がポーンってーデジサブイよあれルベさん何にもにもファインディングにも顔出してからドリーとかではなくて2もうニモの方もフーっ <laughs> つって <laughs> 全身オレンジの体つきて <laughs> <laughs> 白の模様入れて、うん、<laughs> 多そうだけどな。にもじゃにもっていうかそういうアニメ系の。ああ確かになで。お前ちなみにじゃ仮装するとしたらじゃあ何ああもう嫌ったらだから。嫌だ。するとしてよそんな嫌がるの<ー>別に今後やらなくてもいいからこのラジオのこの2分間だけは何やりなやるんだったら何かなっていうのを答えろ。 まあルフィとかかな <laughs> 結構気に入った <laughs> うんいやルフィよりかは俺お前はサンジやった方がいいと思うけどないやーサンジいたのにいやいやそれはいるよそれはこんなルフィいなかったよ嘘、うん。今回意外に意外にサンジがいてルフィいなかったんだ、うん、おじゃあルフィ

カッツラかぶってから,ら、ええ、白のなんかこの着物みたいなの着て。白いいな意外にイにいいな顔なしはいたよな。そう。だ白とかいないわよ。うん、あ白いヤニ。レネエるイロイべべべ色も白いしお前。まあ、お考えとくよ <laughs> いや、めっちゃ有名なのかもしれんよ。<え>沖縄でシビーキャラクターがいた。いやー、シビキャラクターとかない。ぜ 絶対みんな被ってる、うん、何かしらなだだそれこそウォーキングデッドも絶対あるしさああネットではなんかリックとかはいたらしいな <laughs> あ<嘘>うそ、ん、ウォーキングデッドのリックはいたって,っていつだからもうみんなウォーキングデッドシリーズにも手出してる人たちいるんで<え>だからもう来年やるってなったらもう遅いですってなりますあ<ー>遅いですってなるこの先にやった人からしたらね なるほどねるそうそうそう,そうだからそういう合戦になるんじゃないのかなハロウィンってめっちゃこだわってる人はよ逆に86のコスプレですかねえ86って8.6秒バズるかの<ー>えごめんだけどえちょっと軽くディスった今<ー>ディスってはいないでしょわ、えー、かりませファーいいでしょうじゃということで、えー、コーナーいきますかじゃあそれではいきたいと思います全力ターン はいということで、はい、このコーナーはですね、うん、テーマを設けましてそのテーマに沿ってトークしていこうというシンプルなコーナーです、はいえー、番組冒頭にも言いました今回のテーマは「定食」お<ー>ということで皆さんいろいろな食堂で定食頼みますかどの定食が好きですかおなじみありますよねということで定食について全力トークしていきたいと思います、はい、定食、まあ、定食って言ったらもうなんだろう、うん 定食だった沖縄で行ったらあれじゃない県内の人とかびっくりするって言ったらなんか A ランチ B ランチとかあ,<ー>あれも定食の部類ですよねあれ違いは何だばいや分からん何かあったよな A ランチ B ランチ C ランチでそうそうそう,そうなんかエビフライが入ってる入ってないとかなのかなああとんかつもちょっと量が多いとなるほどねお前何だばあお前あえ定番なの何だっけ 定番なのはシランチ？A ですか？A ランチがなんか一番高そうな感じしますけどね。うん。あ,あ、A ランチ、はい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 。だってあれ夜でも A ランチやってますもんね。県外の人びっくりするらしいからね。いやランチじゃないじゃん時間帯が。ああ<ー>。そう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 。それ夜でもた頼める,ーる A ランチ B ランチ C ランチっていう。だからそのこの名前がもう確立してるんでしょうね。この定食の A ランチっていうのが。 うん、アメリカ人に分かりやすくするためにそうなったんじゃないのあなのかな <laughs> だったっぽいけどなあ種類がただ a b c、うん、そう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 ああまあでも可能性あるなだって普通は松竹梅でしょああ松竹梅いや分からん分からんけど俺それはなんかまあコースというかいや松茸梅梅いや分からんけど <laughs> うん、うん、あまあランクとかをつけるのであればね まあそうかもしれんけど俺お前ランチランチじゃないやなんか定食って言ったら何をメインにああ今だったらもう、うん、やっぱもう断然サバの塩焼きとかああいいないいいやーそんな感じじゃなかったけどな、うん、俺の舌は <laughs> 舌っていうかまあ体がなのああ<ー>本来だったらなんかちょっとこってりしたものとか肉 うん、食べたいけどもお魚とか食わんかったけどやうんうんうん俺好きだったのがあれだったなあの牛肉ピーマン定食とかとかなうんああいうこってりとしたなんか舌がおじさんになってる <laughs> もう29歳独身 <laughs> <進>だってうんあのさんま定食とか頼むもんななんかああさんま定食とかは頼む人いる<嘘>あいないのかな どううなな、なんだろうななんかこの秋とかになってきて <laughs> このサンマの旬な時期ですよってなってきたらなんか俺ご飯屋さんとか入ったらもうどうしようかなって悩んでもうサンマ定食とかにしてしまうの周りいろんななんか、天ぷら定食だとかいろいろそうあるけどなんか旬なものをとりあえず一旦頼んでみようかなって感じになっちゃうあ,なるほどあれ定食でやっぱ一番いいところはさ、うん あのー、まあメインもそうだけど横についてる小皿のやつとあ<ー>やっぱ汁んじゃない副菜的な漬物だとかああ、うん、そうマジでよもう,うんこれ漬物まで食べるようになってるからな <laughs> いや いいことやし、それは。うわショック本当に。だからもう今言いますけど、まあ昨日とついとね三日間、うん、あまあその前もか。はいはいはい。三日間ぐらいロケ行ってたんですけどね。うん、ああああ一県外の方に。うん、でそこで泊まったところで朝朝食出て。うん。うん、昆布で出てたの。ああでつたでつた。梅と。梅と昆布。梅干しとえー、か昆布昆布でつた。昆布。うん。俺本当にマジでだけど。うん。 その昆布食うようになったの。<あ>今年からだから、ね。遠いかもしれん。昆昆おにぎりの昆布とか食ったことなかった。じゃ、うん、人生だよ。しかもマジで、うん。あ、まああれ食ったば。しかもうまかったば。<laughs> <laughs> もう新たな出会いだし。そう。そうだそうだ。だからこいつだから当時いつもなんかこの漬物とか。 こういうちょっとした野菜とかもう苦手っていうか食わないって言って全部俺のところにもう集まってきてたけどそうだ食ってたのお前なそう漬物とか食べるようになってる <laughs> なんか知らんけどいや,やい,い,い,いいことやしや,やばくはないよそんなビビるだってそのね炊きたてのご飯いや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 ちっちゃい頃から食ってたかいや食ってはいないけど食べてましたああスタッフあちっちゃい頃漬物とか食べる食べるあ食べるうんたくあんと白米とか たくあんは確かに俺の兄弟も妹がいるんだけど妹も食ってたな確かに妹にいつもあげてたわそうそうあえんとかなんかいやだからそういうの絶対食わんかったの俺ええまあでもたくあんは今でも食わんけどいやもったいないよあれは何だからたくあんはえどっちある料理にしたら食べるけどある料理にしたら ああトロロとたくあんをダサ違うしえ何何でトロたくってトロたく知らんばいや知らん何それマグロのトロとたくあんとしそとか入れて、うん、それを巻物にする分おお<ー>さんまあまあ高級寿司でしかじゃないかなお<ー>店でまあまあまあ 今度連れてってもらっていいいやいやいやなんでお前同期あのちょっと食べたことないから連れてってもらいたいなと思って僕もねあの先輩に連れてってもらって食べたんですよ先輩かいそれこそピースの又吉さんとああ寿司食いに行った時にトロタクツって言うのトロタクツタクワンの巻物とトロトロが入ってるマグロの豚バラめちゃくちゃうまくて。 い強い,いやたく、まあんうまいなと思ったよああいやだって食えるよだってもうえたくあんってめっちゃうまいよ何つけ物の中で王様だばいや王様やんね嘘うだろだってお前あのあの茶碗のナ鍋の浜屋そばがれし大きなそば屋さんそうそう大きなそば屋さん浜屋そばのたくあんデージうまいよたくあんを千切りにしてる状態なんだけど あれ食べるやしでその後水飲むさ水が雨雨やや水が甘く感じやだ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 ほんとにちゃあうまいばよあのたくあんをもうじゃあ俺な,なんで甘い漬物がいいのいやたくあんはより一層甘いほ甘いっていうかなんかまあ程よいぐらいの甘さあった方がよくないいやだから分からないたくあん食べないからいやーもういいよじゃあ浜屋は連れていくよ ありがとうな <laughs> 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 だいぶ寿司からガーンってね <laughs> まあ沖縄そばになったけどいやたくあん絶対欲しいだから漬物にもよるよね定食はまあ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 、まあうん、で昆布とかさ昆布に出会えたことに感謝よおあいいし進歩じゃないですかあ、うん、しそ昆布とかさいやいやめっちゃうまいからもう絶対食った方がいいってだからお前あの食わず嫌いが多いわけよみ見た目から入って、うん、なんかこのなんていうのあこれちょっと試そうと思って。 っておくんじゃなくてちょっと一口ペーン食べてあ<ー>本当にハッと思ったらスッてどかしてちょっといけるあまあおいしいと思ったらそのまま体調にもよるもうもう究極やしそれってうだからなんかいいなって思うときに出会わないと、うん、もう食べんくなるよ <laughs> ああじゃあその、えー、最近食べたのがもうめっちゃもう昆布はじゃあヒットしたってことヒヒットヒットヒット大 も実際びっくりした美味しかったしやん、うん、美味しかった朝ごはんとかだ定食とかでさ、うん、何食べるえー、まあいつも行ってる食堂とかだったらまあ,あ洋風定食と和風定食だったらどっちがいい、うん、まああれでもいいよ<ー>朝の朝ごはんセットとか,なんかあの朝定食なん,かなんか取るものにもよるけど納豆とか。 ご飯味噌汁何とかあるしでようだったらオムレツパンコーンポタージュスープとかだとかなうわ悩むな2つあったとしてもう俺は完全に和定食もうだからそれこそ魚魚もあれによるなサバの塩焼きか鮭 鮭は鮭はちょっときつい。<鮭>重い。うん結構味濃いけど。まあ,まあまあまあいいでしょう。そこは。そこは。で、鮭、うん。で、味噌汁。もう味噌汁というよりからもう豚汁だよね。あーいいねー。豚汁いいな。うん。だからなんか最近さ、うん、沖縄のこの定食とかっていうものがもう目に入らない。うんうん、あ <laughs> イメージはさこんなさ魚とさ味噌汁とさ漬けあってご飯あってとかっていうのってさ内地のご飯のイメージあるのようんうん確かに沖縄の定食っていったらもうほとんどチャンプルーとかだもんねやしうんゴーヤチャンプルーだとか豆腐チャンプルーとかもいいけどさ朝からチャンプルーは勘弁してくれ頼む朝からチャンプルーはなやだ確かにきついな俺はね俺は でしかも沖縄のなんか朝のまあ一般家庭なんのかな分からんけど朝の朝食のイメージってポーク卵っていう感じがするわけよ俺なんかおちそうだったわけよ卵焼きとスパムランチョンミートをもうすぐペーンってもう焼いていペーンってペーンって焼いてすぐどんどんて出てきたもう味噌汁が一切なかった俺なんかおちはポーク卵もうご飯もなかったもん 今気づいたけどお前なんか唇の色悪いな嘘つくなほ、うんとに、うん、ポーク卵みたいな色しいるしいやえちょっと待って焼いたあと焼く前焼いたあと焼いたあとだいぶ色悪いおあちょっと怖い怖いこと言わんで、ね、<laughs> 正直よ朝起きてからよずっとよ左の背中の奥が痛いまよ内臓がええー、グググってなんでかなと思ってもう一応やめてめっちゃ怖い怖い もうちょっっと待って、収録終わったらちょっと出して鏡見てきていい、うん、いや見せてもう唇は体調のバロメーターって言うからね唇の色でいやだから定食定食定食、うん、いや定食まあ,あ俺はでも沖縄の定食だったら洋風,洋風、お前洋風だろまあ洋風もお前洋風とかっぽいわ <laughs> ベーコンとかハムとか,かってそう <laughs> ああーベーコンあったら取るかもしれんはーベーコンあったら取るやん俺オムレツは取る だってコーンポタージュスープとか飲んでそうだもんお前で、パンとガーリックトーストとかなガーリックトースト食ってた <laughs> お前そういえばもう <laughs> マジ無理あ朝朝とかはもう完全にはだね <laughs> あーでも俺どっちでもいいかなでも目の前にベーコンがあったらベーコンを選んじゃうかもしれないさほらベーコンうまそうってベーコンうまそうってやっぱほらやっぱそうだ、ね、心が揺らぐはずうんダメだなはい、はい、まあということでうん まあ定食ね将来的には何かね、うん、オリジナルの定食とか作れたらいいな思いますけどね自分でえどういうこと何か,かだから自分でつけた漬物<ー>自分で作った味噌で作った味噌汁とかそれってもう一旦農業からやらんとおーおーなんか好きよえっ、ー、<お>農業ちょっと興味ありちょっとあるねどうしたお前なんか変わったか最近いやいやいやなんかね<お>やっぱあのー。 この自然 <laughs> このネイチャーに戻るえっと分かんないですけどもいやでも農業に目覚めたら危険だろ <laughs> 農業に目覚めたら危険だろだって農業もだって手入れとかないいきなり女優とかが農業に目覚めるみたいな <laughs> <laughs> 危険な匂いがプンプン 危険ながまあ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 どあまあいいでしょう。はい、じゃあということでいろいろ、えー、定食ありますので皆さんも定食ぜひぜひ食べてください。はい、ということで以上「全力トーク」でした。 さあということであっという間の1時間でエンディングとなりましたはい何かお知らせとかありますかね ?11 月あありますねああえっとですねトークライブがトークライブがですね、はい、ピッチキャッスルのトークライブ「ねほりはほりがですね」はいえー、11月の、えー、何日でしたっけおーい 24, だよ24日24日 23日です日水曜日ですね夜の8時半からありますチケット前りが1000円となっておりますのでよろしくお願いいたしますはいいお願しますそしてですね11月の11日ポッキーの日ですねうちなライブがありますので我々が前回のポッキーの日ですかねとか言うのもムカつくやつんでよなんでよポッキーの日をもうやっぱもうええ 大学生みたい,な <laughs> いやいやいやこれはまあなんていうの多分絶対にこの11月11日になってきたらみんなこのポッキーの日だよとかラジオで放送するわってこの言うわようん、うん、いち早く今言った <laughs> ポッキーの日ですってこのお知らせポッていやまだまだ, <laughs> まだまだだけどもう <laughs> でも多分11月11日ポッキーの話しないと思うけどねなるほどね <laughs> 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 うちのアライブがありますのでね,、はい、ね前回が我々ちょっとねあの1位の方を取、はいえー、りましたんではい。 まあ今月来月も月間チャンピオンになりましたから我々ははいなので月今月もねはいはい頑張って1位になりたいと思いますので、はい、え我々手売りチケット持ってますのでぜひぜひ遊びに来てくださいはいお願いしますはいお願いしますで以上ぐらいですかねはいうんうんなんかまあいろいろ我々ピッチキャッスルツイッターとかフェイスブックやってますので、はい、テレビだとかいろいろ放送が決まりましたら、はい、そちらも告知いたしますのでぜひぜひチェックお願いいたしますはいいお願いします いやいや今日はもう終わりですよもういやいやお前のもう唇の色の悪さが言うなってそうなって怖くなってくるから本当にだってお前普通この鼻っていうかこの鼻らへんとか目とか色があるじゃん目の下からねうん、うん、目の下から肌の色があって、うん、唇の色が赤くなるはずが、うん、はい だから目の下の色からそのまま顎に来てるもう色がほ、うんかに色がどうかしやば <laughs> なんでかビタミン剤とか飲んでるよ <laughs> 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 飲んでるよもう <laughs> まあいいやいいや多分俺の予想色がマジ土色だろ <laughs> 土色いや,いやそれはもう地黒だからしゃあない地黒ともう夏とかあのお前の後ろにあるダンボールの色と一緒いやいや アンチなあめっちゃ色い似てるやつさえどこどこの部分だよえ,え,えこれではないだろさすがに腕はこれ腕はこれ木の、うん、木のテーブルのいると一緒だっけ <laughs> はあ確かになんか色合いはあれたけどあ,、まあ確かに段ボールっぽい顔はな大丈夫かなえ <laughs> どうでもいいよお前の体調の話は元部までたどり着けるかや,いやたどり着けるたどり着けるしかもバイクで一応 <laughs> 二人で <laughs> バイクだよ1時間半ずっと風に打たれるんだよ。よいいし。俺、後ろでトンジュ飲んでくるやめれやシングルマッチで分けるよ分けるかさあ、ということで、はい、今週のピーチキャッスルの借りはここまでです。はい、また来週水曜日にお会いしましょう。お相手はピーチキャッスルしましょピーチキャッスル、トーバルでした。また来週お会いしましょう。さよならーバイバーイはい。<laughs> ピーチキャッスルの仮,ルの仮さあということで始まりましたピーチキャスルの仮のお時間です、はい、よいしょーさあということでこのラジオはですね毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間楽しくお送りする番組です、はい、お相手はピーチキャスル毎週のショートピーチキャスルの非常に寒い季節に突入してきそうな予感がしているので今から 夜も眠れません、ね、あ今日はですねちょっとあの収録ということで、はい、もう今の放送時間ピーチキャッスルは北部の方へ行ってると思うんですけれども、ね、もう最近やんばるとか北部に縁があるな、うん、やんばるとか北部とか、うん、まあ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 そうだな一緒ですけれどもまあ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 ,まあ,まあ、まあ、やんばるはどこまでだば やんばるはだからこれ地方によってなんか地域によってなんか違うんでしょ <laughs> らしいな,なんかやんばるの人はなんていうの名護もやんばるだろうとかあなるほどいけど名護の人はいやもうちょっと上からがやんばるだろうとか<ー>どうなのかななるほどねで俺らからしたらお前どっちからやんばるだと思う名護はやんばるってイメージないけどねまあまあだよな<ー>だけど一応名護も まあ、やんばるっていうくくりに。エリアで読んでるってことでしょヤンバルっていうエリアじゃない。はい、でも、ちゃんとした地域とか区域で分けたりすると、名古とか。そうそとかってなると思うとか。うんうんうん、もう、国神とかな。うん、あるけども。あのーまあ、あれと一緒かな。だから。那覇と首里みたいな。ああ、はいはい,はい、はい。那覇は那覇だっけ。だから、そう、逆バージョンじゃない。ああ。首里に住んでる人は。 なって言わないんだよな。そうそう、首里っていう。だからあなんなんて言うんだろう、なんだろうね。なんだろうな。あれなんで首里なっでいいのにな。うん。だからこの逆バージョンのことが起こってるんだよね。あら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 。私たちは首里です。うん、<laughs> ちょっとなんなのかな。な、うん、って呼ばないでください。首里っていうなんかあれがあるのかな。あるのかね。ちょっとしたプライドではないけどなんか <laughs>。うーん。<laughs> まあまあ。だから俺たちが茶碗出身で。<laughs> うんうん。 カデナヨミタンと一緒にすんなって思う。<laughs> いやちょっと待って、それはなんかまあ同じ中部のくくりだけども、うん、いやなんとなくじゃ<あ>別々にいいけど、ただあのー、北部とかもなんかこういうバチバチがありそうなイメージ、うん、俺。<ー>で南部もシュリとナハでなんかイメージあるけど、中部は意外に仲いいイメージあるよ、ね、ああわかるわかる。このギノワンチャタン、うんうん、沖縄市。 読谷嘉手納とかねこれ僕の個人的な見解ですよわかりわかりよそれはもうもちろんここら辺はなんか僕は北谷出身だからよく接する機会がちっちゃい頃から多かったせいかなうううんんん。なんか同じってイメージありますけどねでんかあの北谷美浜とかも結構栄えてるじゃないですかううんんそしたらなんかこの隣隣の町からいろんな人たちが集まってもう居酒屋とか もう茶壇だけの人じゃないですか、なんか。ああ、なるほどね。なんか、まあ、えー、クラブにしろ。うんうん,うんうん。何にしろ、なんか。ダンスクラブ。そう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 、なんか隣同士のこの人たちが集まって、なんかそこで仲良くなって。なんていうの、お友達が増えていくっていうか。ああ、そういうことか。なんか、南部とかは、そういうのがなさそうな感じしない、うん。うん、なんか、確か、じゃ、逆に開放的すぎて、ごちゃ混ぜなってんじゃないか。<laughs> 解放的すぎててだ、うん、だって外国人とかも多いだろ今いや確かに多いだって美浜とかもう外国の方なんてもうハイネケンの瓶飲みながらも歩いてるからねあいやいやいやえ居酒屋まではいないだろうああだけどあのー、最近この美浜の居酒屋とか行くさ、うん、あのアメリカ人とかはいないんだけど、うん、韓国台湾の人とかもいるぜ、うん、いるわいる俺びっくりしたしかもあれなんかよ えるうるさいやつさ <laughs> ベージュうるさいマジなびっくりするえー、ま普通に多分会話してると思うんだけどなんい俺らのこの会話のレベルのあと2.5倍ぐらいの声量で話すれば相当でかいよお前「乾杯!」とかびっくりしたよ、えー、もう店のお客さん全員が振り向くんじゃないかなと思うぐらい、うん タネタネでなタネタンタらってたいでかっ声でかっと声でかっしかも誰か怒ってんのかなと思うようなああなるほどだけどみんな笑顔でガチャーってるけどもうすごいよあと料理の頼み方とかあ、えなんかの残すのって文化なんですかねああそう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 らしいよなのかなそう全部食べたらおかわり持ってこいってみるらしいからあやっぱりだかからなん チャーハンだとかいろんなの頼むけど3分の1ぐらい残ってるわけあ全部ねそうそうそうで俺なんか若手芸人って金ないでしょでもう10名ぐらいのこの観光客が台湾韓国の方がグワって帰るわけしたらテーブルあって見たらは全然残ってるけどえこれってもらっていいのかなってそつけよお前バカかやもらっていいのかなってなわけないだろ思うけどびっくりしたシャリ やっっぱなんんかちょっとご飯残す文化あああるよあるるだよよ初めて知ったいやまあでも那覇でもそうだなあかなんかあか、うん、有名な穴場の焼き鳥屋さんとかなあはいはいはい、はい、いやそれこそ昨日よえ昨日、うん、焼き鳥屋に行ったらもう本当にどこの人だろう中国人か多分あれ台湾の人だと思ってまあでもアジアだよな、うん、めちゃくちゃ俺のこと見てたけどね <laughs> なんでなんで知らんなんでそんな見られるの俺もずっともう見ていやいやいや見返すな見返すな <laughs> いやいやもう死に見るのわかるまあ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 見る分かるあいつらそんなに見られてる感覚が俺ちょもう定時見るぜマジでだから俺もずっといやいやだからずっとグクって見てそれはもうにれみ合いになってるからあっちもお酒が入ってたぶん気盛んになってるかもしれんけどえーっつって、うん、見て でなんかか話しけられたとかかなたいいや話けられるよだ俺が帰る時に相手もお会計してたばん。で俺家近くだったから歩いて帰ったんだけどでそのまま鍵このねあのオートロックのところだから鍵開けてドア開けてエレベーターに乗ろしてでパッて振り向いたらドアがバー閉まっていくんだけど奥見るやしその睨み合いしてたアジアのやつと目合ってから。 近くまで来てるわいやどんだけ見てるわや違う違う違うついてきてるついてきてるのこわいやだから俺はあの時あこいついよいよだなと思っただからついてきてるか近くのホテルあれを間違えたのかどっちかかお前がもう韓国人だと思われてたのかだよな髪型で判断さんけ確かにぽいけど髪型あれどっちなんだろうどっちなんだろうって多分あ そうそうあ、ぽいかもな。なんか日本語をものすごく流暢に喋れる。要は韓国とか、そういう中国人で、もしかしたら、ちょっとなんか。えー、仲良くなって、この辺で楽しいところってありますかねって聞きたかったのとか。あ、そういうパターンもあるかもしれないですあ。あるかもな。そ,うそ,うそれは。うん,う,んうん、うん、うん。あ、は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 ー、なるほどね。そうそう。だから、俺がこの国際通りでよく台湾人に道聞かれるのと一緒で。なんか、この雰囲気が <laughs>、似てるから <laughs>。 聞き話かかかけたかったっのかなるほどねそう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 ああああそういうふうに捉えたらまあいいかもしれんけどでも家までちょっとな近くまで来てるのは怖いよな怖いさ何されるかもわからんし、うん、うわー怖いわー「沖縄なめんなよ」<laughs> って,って <laughs> 急に沖縄根性が怖いよ自分がよく行く居酒屋まで言い出したなんかうん、うん、いよいよだなって感じるんじゃない、うん、でなんか、うん ちょっとあ分からんけどよまあお店からから,したらお客さんがいっぱい来てくるのはありがたいけど、うん、ちょっとなんかそこ制限するっていうのもダメなんかなかまあでも声が大きいとかまあ、うん、でも別に関係ないにそこも普通の若い人たちも一緒だからさでもなんかあのー、居酒屋とかのこのいけすの。 銀次名前前出すなおいやあるんだけどじゃあそこの社長さんとちょっと喋る機会があってなんか観光外国の観光客が増えてるけど英語のメニューとか一切出さないらしいわやお前あお前まだ放送してないあっそうだそうだすいません切ってもらっていいですバカか さあということでこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスが待て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 待ってその前に切るじゃなくてもうつながりないさあつながりその前からあじゃあ、うん、そのじゃあ外国のまあ外国人も居酒屋増えてるけどあそこは多分喧嘩とかはないと思うから<ー>やっぱ仲良く話しかけられてきたらフレンドリーにこう接した方が全然いいと思うやさまあなだってもう太っ腹な外国人とかも結構いるからねえいやチップとか ーなんかバーとかに行ったら「ドリンク何飲んでる?」とかで「なるほどね」「モスコミュールです」とか言ったら「オッケーモスコミュール」とか言ってこうお金とか嘘つけいや渡してくる外国人もいるってやられたことないだろいやあるある俺えだって俺あるあ昔このそれこそ美浜の居酒屋で飲んでる時に、うんうん、外国人ってなんかこうお酒めっちゃ好きやし。 あーまあまあまあもうとにかくビールがめっちゃ大好きアメリカ人アメリカ人だろアメリカ人よ、うん、でなんかこの外国の方がなんかこのなんていうのブワーってビール早飲み対決とかのしてたよ、うん、でなんか俺らのグループにもなんか絡んできて「うん、Hey ジャパニーズボーイ!」とか言ってきて<ー>なんか勝負しようぜ的な。うん でままあまあ俺ら勝負したんだけど、まあ、結果もう勝てないさ、うん、あっちの方がもうビール慣れてるしうん、うん、で俺らはじゃあ俺らのもう得意なお酒で勝負しようと思って、うん、泡盛をジョッキに注いでから「うんうん、イエーイじゃあネクスト泡盛!」って言ったからこの外国人が「うん、ノー泡盛!」っめっちゃ言うわになるとまで <laughs> その勝負は勝ちましたよさすがにあそれは勝ったんだ勝ちました勝ちましたでその後、まあなんか 二次会とかで美浜のバーに行ったらもうたまたままたそこの外国人も来て<ー>そしたらなんかまあここではなんかそういうなんていうのフレンドリーというかまあ普通に「あさっきの人たちだね」みたいなお互いアイコンタクトを取ってる的なそしたら急に外国人がこの寄ってきてなんか「また会ったね」的な英語で喋るってい「<ー>何飲んでんの?」って「あモスコミュールです」って「あモスコミュールじゃいっぱいおごるよ」的なんで「お金スーって出してくれたもん」えー 俺は返さなかったけどね。